渦を巻く低気圧の雲とスコールラインのレーダー。画像スコールラインとは気象用語の一つ。線上の活発な深い湿潤対流でしばしば雷と連続した降水域か連続した降水域を含む破線上の降水域または破面上の降水域かを伴う。スコールラインはメソスケール対流システムの一種であってスコールライン以外とは 長さと幅との比によって区別される。日本語では西暦2000年頃まで人風船とも呼ばれてきたが、現在ではスコールラインと表記することが一般的。スコールラインは不安定線に包含される現象。長さと幅との比であるが、一般的に幅30から 40km 程度で、長さが400から 500km 程度のものをスコールラインと呼ぶが、 日本ではこれよりも小規模な幅20から5 0トル程度で長さが50から2 0 0トル程度のものもスコールラインと呼ぶ。また日本では波面上の高水域を伴うものをスコールラインと呼ぶことは稀である。寒冷前線上では大流活動に伴い積乱雲が発生して地上は周雨や雷、突風に見舞われる。この大流活動が発達し、 寒冷前線の進行方向前方の暖気域に伸びてできる新たな対流活動域がスコールラインである。寒冷前線が分裂して2列になったようなもので、一時的な気圧上昇、風向の時計回りの急変、突風、周雨や雷など寒冷前線本体に似た荒れた天気をもたらす。また、移動している寒冷前線よりさらに早く親である 寒冷前線から離れるように東へ移動する。ただ、持続時間は比較的短く1時間程度である。決して珍しい現象ではなく、気象レーダーでは、線上のラインエコーが複数平行に並んだように映る。地上天気図には表記しない。以前の書式による航空気象用国内悪天予想図では、強いスコールラインは、 予想対象の一つであったので表記されていた。積乱雲が伸びるというのは、積乱雲の世代交代と関係している。積乱雲は上昇気流で雲が湧き上がる成長期、降雨と下降気流が始まる成熟期、下降気流のみになり雲が消えていく減水期の三つの段階に分けられ、一連の段階を数十分から一時間強の短時間で終える。一サイクルで消える。 積乱雲もあるが、寒冷前線のように、積乱雲を生み出す土壌が整っていると、何サイクルもできては消えてを繰り返す。しかも、減水期に発生する下降気流のうち、東向きの気流は寒冷前線面の暖気とぶつかって、ガストフロントという小規模な寒冷前線を作り出す。ガストフロントができると、その前線面で暖気が持ち上げられて、上昇気流が発生し、新たに、 石乱雲が発生する。これが時に南北方向の隣の石乱雲のカストフロントとつながって南北に列をなすことがある。これがスコールラインである。稀にスコールラインが発達して持続する場合がある。防衛港を解いて発達しながら弓のように曲がって高速で進行していく。スコールラインは その内部構造により、1アプス波構造、2エレクト構造、3ダウンス波構造の3つに分類される。また、形成過程により、1波線型、2バックビルディング型、3波面型、4埋没型、埋め込み型の4つに分類される。ありがとうございます。